さあやってきましたランクバトル2022年12月シーズンシーズン1ついに始まりましたね。そう、最強のリザードンと同時にねランクバトルが解放されました。いやーやばいっすね、熱いっすね。ついにスカーレットバイオレットでもねランクバトルが始まり、新しい環境になって一体どんな感じになっているのかもう全く見当がつかないですね。ただねめちゃくちゃ面白いっていう話なんでちょっと楽しみにしています。で、今回なんかレンタルチームとかも使えるみたいですね。そう、なんか人から借りたり人に公開したりできるんだって。まあ借りるのは次回やろっか。とりあえず初めてのランクバトルに挑戦してみようと思います。カジュアルバトルはね多分ネタバレになるポケモンたちが多数登場するかもしれないんでここはちょっとね置いときましょうか。とりあえずランクバトルから。いやーちょっと緊張するなー。わー始まったよー、始まったよー。マスターランク目指したいな、とりあえずは。では早速やっていきましょうか。シングルバトル、一応ねブイズでねチーム作ったんでこちらでやっていこうと思います。いけるかな、勝ってるかな。あ、曲変えれるね、いろいろ変えれるね。お任せにする、お任せの方が盛り上がるから。やったー、対戦相手見つかったよー。あ、同じだね、ランク同じだね、いいね。あー、わかんないなー、でも面白いね、一家ネズミとかいる。では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 、どうしよっかなー。このパーティーでいきましょうか。わかりやすい。多分相手はね、一家ネズミ、最初海竜かな、海竜、一家ネズミ、あと、ドキドイデルかな。なんか全部物理だね、物理タイプばっかり。おっしゃ、これでいく。物理タイプばっかりなんでまあエイフィーでいけるかなって感じがするな。ドキドキっすな、何出してくんのかな。こっち全部オスなのよね。そう、なんかブイズオスしか出なくてオスばっかりになっちゃった。わあ燃えてる、すごい。あ、こんな感じで出るんだ。せっかくだからなんかここのアイコンとかも変えたいね。一家ネズミだ、一家ネズミが来たよ。一家ネズミか、これが噂の一家ネズミか。お片付けだって。うち一家ネズミ見たことないからな、初めてなんだよなこれが。リフレクター、さあここからどう来るんだろうか。電磁波、一家ネズミ足速いな。通信中が長いよ。相手が何か選択してるのかな。初めての一家ネズミとの対戦ちょっとワクワクしてるんだけど、通信中長いですねちょっとね。ネズミ山、すごい、リフレクターかけてもこんな食らうんだ。わー強い、一家ネズミ強。これが噂の10回ヒットするっていうやつか。 OKOK、 分かった分かった分かりました。ただどうしよっかな、両方とも防御が低いかもな。まあいけるかな。とりあえずシャワーズ出してみよう。いろいろとちょっと遊んでみたい、うちは。あくび、わあ急所にも当たるんだね。うわーすごい、ネズミ山強い。初めて対面したけどやっぱりゴーストタイプ必要だね。これが噂の一家ネズミさん、なかなかに凶悪ですな。溶ける、全然意味ないんだけどね。あら、変えてきたね。
なんで変えたんだろうね。あくびの効果かな。どうしようかな、バトンタッチしようかな。ちょっとお遊びだからな、本当にお遊びだからな今回。ニーピアかわいい、ニーピアかわいいね。瞑想、よきよきよ。強いね。もう一回ぐらい瞑想しとこうっと。デカヌちゃんだ。おっしゃ、行くか。デカヌちゃんと足どっちが速いかな。やってみよう。さあお遊びの時間だ。ランクバトル、初戦のランクバトル、超お遊びめっちゃ面白い。ただやっぱイカネズミは脅威だなって思った。テラバースト、お、いいね、めっちゃ食らうね。もう一発、アタック落とすって何。テラバースト、おし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 、いいですね、とてもよきよき。イスカネズミだ。テラバースト、わー効くな。イッカネズミ強いな。なるほどね。いやーでもいいわ、いいお勉強になるわ。なるほどなるほど、イッカネズミ強いな。負けた、あんなネズミどもに負けたわ。やっぱ4匹だからな、強いんだなきっと。負けてしもうた。どうしようかな、初手誰で来るかな。もう一回さっきのパーティーでリベンジしてみようか。わあ、なんかすごい強そうなのが出てきたよ。これちょっと強いんじゃない、リフレクター。こいつ状態上効かないんだよね、なんで電磁波効かないんで普通に戦おうか。エーフィーは結構特攻が高いのでそれなりに戦えるんじゃないかって思うけど、やっぱり体力がな、低いからな。サイコキネシス、初めてエーフィー使った。あ、いいね、ダメージ結構入るじゃん。ステルスロック、やったー、見事に引っかかった、ありがとう。そのためのエーフィーだよ。いいねいいね。イッカネズミがいなかったらエーフィーいいのかもしれへんな。おし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 、よきよきのダメージ、わあ塩漬けくるね。次何出してくるんだろう、マジで読まれへんからな。
ゲンガーか。ゲンガーもサイコキネシスでいけんじゃないか。どっちが早いかな、エフィーとゲンガー。どっちも足早いよね。わあ、まさかのエスパー、エスパーゲンガーだって。変なの。シャドーボール耐えれんやろうな、多分。これはしゃあないな。まあ次のシャワーズに任せよう。シャワーズは特防が高いので、あくびしながらでもいけるかな。鬼火？なぜ鬼火？あくび。よきよき。これで相手は耐えるか眠るかしかできなくなった。いいね、テラスしてるときにあくびつけるといいね。シャドーボール効かない。溶ける。よきよき、よきよきよ。あと1回耐えれるかな。 OKOK。 ここで倒してもいいけど、もう1回溶ける。OKOKOK。 よいよ、無事にバトンタッチできそう。エドロバック。わお。タッチ。よし、行くよ。さあ行け、ニンピア。オッケー、行けるよ。アシストで、どうしよっかな。ハイパーボイスで倒した方がいいかな。いや、テラバースト。さあ行くよ、ニフィア。行かない。毒にされた。ゲンガーのそれが嫌い。ナイスナイス。いいよいいよ。さああと一体何だろう。残り体力半分か。まあニンフィアの耐久ならいける気がするけど。物理タイプだ。オッケーオッケーオッケー、いけるね。何、先生の爪、まさかの。そんな入ってんのか。あ、水だ。よっしゃ、耐えた。ビビるビビる。アシストパワー残った。残ってしまった。やばいですね、これは。これはやばいですね。アクアステップ、イエー。まさかの残ってしもうた。もう一回溶ける使っとけばよかったな。いやーでもなかなかに面白いね。さあシャワーズで勝てるのか。
やられた、負けた。いやでもなかなか面白いな、 V字で戦うのなかなかに面白い。どうしよっかな、多分起点作りしてくると思うから、戦闘ミルフィーユで雫でいいかな。どうしてもうちこのメンバーをね強くしたいのよ。さあ勝てるかな、 V ズで勝ちたい。今ちょっと V ズで勝ちたいの、うちは V ズで勝つまでやるよ。やばいね、マジ下手くそだからね。リフレクター貼っときます。わあかなり食らうね。サイコキネシス、ナイス。よき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 よ、すごくよきよきよ、計算通りよ。ミミッキュだ、ミミッキュダメージちょっと与えといてほしいな。あーでも電磁波を食らわしといて、ハゲ打ち、わあ痛い、だが問題ない。リフレクターは腫れた、リフレクターさえ腫れればこっちのもんなんだよ。いけシャワーズ、溶ける、やっぱさあくびじゃなくてさ瞑想にした方がいいかな。ここで超積んでさニンフィアに変えた方がいいかもしれんな。ここの技調整ちょっとまだ迷ってるんだよね。溶ける、ダメージ入った？入ってなくない？やっぱじゃれつくバグ起きてんじゃないの？さあもう一回溶ける、いかないにゃ。あくび全然効かない。シャワーズ耐久すごいね。波乗り、ほらじゃれつく、絶対バグ起きてるってダメージ入んないもん。よし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 、ナイスナイス。これなんかこのままでいけそうだね。いけそうだけど、せっかく眠ったからここでバトンタッチで変えちゃおうかな。チャンス到来、ニンフィア、いけー、頑張れー、瞑想、よきよきだね。
今回瞑想コウさん、やったー勝ったー。あ、目覚ました。やったやったー、勝てたー。おっしゃ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 。なるほど、こういう感じか。ただちょっとじゃれつくバグが入ってたから本当の勝ちかどうかはよくわかんないんだけど、なんかやっと勝てた感がすごいね。そう、物理ばっかやからさっきのパーティーの方がいいと思う。うわー、マジでさー、マジでなんかサンダースとかさ、リーフィアとか使うところがねえな。ドラゴンタイプが多すぎる。やっぱオーロン家か。読み通り。多分挑発来ると思うから、マジからしたいんですか。でもそれ跳ね返せるんだよね。サンキューサンキュー。マジカルシャイン、ここ潰しとこっか。先に今回はエイフィー戦うよ。サーフ号今一つか。ちょっと何してくるかが分からんので、ここはリフレクター。あ、そういうパティンか。お前特殊か。入れ替えるか。交代。シャワーズ。いやー、これ厳しいな。特攻積まれてるからな。テラスタル波乗りでここで一気に決めちゃうか。耐久どんなもんなんやろ、わからんな。うーん、わからんな、マジでわからへん。多分ね、火力そんなないねんな、シャワーズ。わー、効くね。交代もできんな、相手の方が早いからな。これは負けだな。だからどういうバトルを仕掛けてくるか見たいから、このまま見ていく。あー、積みきついなー、マジで。ゴールドラッシュ初めて見る。すごーい、めっちゃ強いね。なるほどなー、これが噂の今一番強いポケモンらしい。聞かへんもんな。強いね。なるほどね。耐久型にして瞑想で積む、瞑想じゃないわ、悪巧みで積むってことか。オッケー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 。初めてのポケモンと対面するときはマジでわからんから怖い。やったー、モンスターボール級に来たよー。いやー、マジ EV 縛り、V 図縛りきつかったな
想像以上にブイズ縛りきつくて10戦やってようやくモンスターボール級に来た。いやーマジね、なるほどね、環境が分かったわ。ブイズの環境がすごいよく分かった。うん、とりあえずサンダースとブースターと、リーフィアは多分使えへんやろうなって感じ。うん、この環境ではかなり厳しい感じがした。ブラッキーとエイフィーとシャワーズとニンフィアは割と環境に合うかもしれない。ただちょっとブラッキー難しいかなっていう感じがする。ブラッキー使うぐらいなら別のポケモン使った方がいいかもしれへんな。ブラッキーはレイド用で使った方がいいかもしれない。っていうことが今回のね、うん、ランクバトルで分かりました。いやーえげついな。じゃあ次回はちょっと普通のパーティー使おう、マジで。